どうもこんにちは、塩田正弘です。今日も技について解説していきたいと思います。塩田合気道では、非力の養成2というものを行っていまして、非力の養成2というのは重心を移動する練習方法になります。ちょっと行ってみますね。動画でも載せたことがあるんですけども、右に体重を乗せたのをつま先を軸にして、左に移動させます。その際に腰の高さが高くなったりしないで、常に一定の高さで、動くようになるといいですね。これ非力の養成2を毎回稽古で行っているけども、実際にこう技になるとね、それが使えなかったりしますよね。はい、稽古をしている人の悩みはこの重心移動を、毎回行っているけども成果が見えないということで、今日はどういうことを重心移動を行うことでできるようになるかっていうことを、説明していきたいと思います。ね、できないからひたすらやらなきゃいけないんだって言ってね。そうですよね。基本動作と技となんかつながってないのちょっと悩んでますね。そうですよね。ただつながってるんですよね。全部つながっているけども技は別、基本動作と別っていう、ね、感じになってしまっているので、そこを少しでも解消できたらなと思っています。まず非力の養成で、相手をこう動かすんですけども、こういう姿勢になりますよね。でちょっとここまでかな。いきますよね。二の技、別の流派だと裏の技とか言いますけども、こうやって引っ張っていると相手は動かないですよね。今のってこう右手で引っ張って左にはこう力が乗っていないような感じです。はい、で重心移動、こう今の足の使い方と、体をこう連動させて動かすんですけども、こう引っ張ってても足の、ね、重心移動が伝わらないですよね。左の手、相手に近い方の手にしっかり乗せるんですけども、この小指側ですね、小指側にしっかり重さを乗せると、今ね、そんなかけてないですよ。でつま先の軸をでこう動かしていくっていう感じ。小指の力がなくなってこっちに引っ張っていくとやっぱり崩れないですから、こういう感じでね動かしていく。で今のではやっぱりつま先を軸にしなきゃ相手を動かせないし、腰も立ってないとですね、動かせないのでちょっと試してみてください。これが一つ目ですね。全部で3つあります。同じポーズですね。今、こういう姿勢ですよね。で先ほどの動きも構えのこの手の優しさがないとできないんですけども、例えば強く握ってたらもうその時点で体とは連動していないのでこっちに伝わりません。はい、なのでこうそうですね、優しい手にします。で例えば膝って曲がりますよね。はい、指定の、ね、技をかける方の膝は動かせますよね。それを相手に伝えるんですよ。で相手に伝わらない場合はこういう感じですよね。はい、でもこれ構えにしてこうすると相手の重心が崩れるんですよ。はい、今しっかり立ってますけども、つま先の方向に方に、ね、なるでしょ。そうですね。そしたら簡単に動くじゃないですか。そうですね、動いちゃったんですね。動きますよね。これを力で押そうとしても動かないんですよ。そうですね、足全然動いてない私もね。でもね、優しい手でこうやると、つま先立ちになるんですよね、相手の重心が。はい、なのでそうすれば簡単に動かせるじゃないですか。こうつま先立ちになった人ってもうね、不安定なんで、いい方向にこう導いてあげることがやっぱ大事になります。最後ですよね。さっき腰を立てるつま先を軸に回転するって言ったんですけど、それが本当に伝わるかどうかですよね。最初こう膝がね、こう重心がこうやっても変わんない、こうやって変わるんですけども、かかとを重心にしてたら全然動かないです。動かないですよね。足がね、はい、自分の重心が安定しないんで、やっぱりつま先立ちになりますね。ちょっとこう試してみるといいんですけど、両手ちょっと持っていただきますか。これ初心者の人でもできますね。かかとを重心にすると揺れちゃうんですよ。倒れちゃうじゃないですかでもこうつま先を軸にするとこうつながっていけるんですよ。でこれちょっとぜひ試してください。なのでつま先を軸にして、ね、腰を立ててやる。腰が立ってないとここまたバラバラなんですよ。こっちの力がここに伝わらないので、しっかり腰を立てて、行うと相手が動いていきますので、ぜひ試してみてください。はい、で藤さん申し訳ないですけど、ちょっと一回やってみましょうか。ね、どういうところを間違えやすいかみたいなところですよね。はい、今言った例えば膝を出すのをこう伝えてみる。動きます。それ練習しましたのでそうですよね。前回の先生の説明があって、
なんとなくさっきの話の時に、あ、わかりましたって言ったんじゃないですか。はい、それの連動です。ああ。膝を使うとか、あと、うん、引っ張らないこととか。はい。相手を、円を描く感じで移動させることですね。うん、そうですね。あの、今ちょっと、いや、一回でできちゃいましたけども、まあ、これは練習の成果ですね。もう一回やってみましょうか。今のなんでできたかっていうと、この手はまあ柔らかいですし、本当に触れてる手はまあ包み込むような感じでしたよね。はい。で、まあ、本当に膝を曲げるだけ。で、ほら、つま先立ちになっちゃうじゃないですか。あの、受けが。なので、もう簡単に動かせるという感じになりますね。力みがあるとこう動きませんので、今みたいなことを試してあのぜひ重心移動を相手にこう伝えるやり方を学んでみてください。質問ございますか。膝は何て言うかな、しゃかむ感じっていいですか、それともいつも構えて前後になってるんじゃないですか、はい、前に出した方がいいですか、それとも横、前ですね、つま先の方に出した方がいいですか。そうですね、こういう風に持って膝はつま先の方にそのままで。そうですね、こう膝でこう円を描くようにしてこう動きます。なので実際こうよくね、ヒリキの寄せ 1,2 やってる人はつま先よりも前にこう膝を出せって言うんですよね。膝のこう柔軟性であったり、まあ、膝をね、あのちゃんと前に重心を立てるかって練習をするんですけども、最初はね、あの技をかけるときはこんな出してやるともうその先動かないじゃないですか。なので技をかけるときはあの実際は、まあ、かかってはいるけどもね、相手が崩れにくいときに僕はこう操作しますね。こういう感じで、あ、相手重心動いたなと思ったら動かせばいいって言うんですから。その一瞬だけですか、ちょっと前に出してから相手を動いてから自分が動く、うん、あ、そうですね、この話よくあります、はい、相手が動いてから自分が動くことです。あ、そうですね、あの自分が動いてから相手が動くんじゃなくて、相手が動くから、しても動くということですよね。あのそれは全ての技共通してますね。わかりました、はい、とても勉強になりました以上で説明を終わります。動画がいいと思いましたら、高評価、コメント、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。